おはこんばんちは。ちゃんまつ .com です。行き先表示のシールが剥がれた。E231系の交尾車を入手しました。プラレールでは、宇都宮の行き先表示ですが、今回は、別で行き先表示を印刷、高崎線に、してみたいと思います。早速貼り付けてみました。高崎線でも、いいですね。今回は、高崎線 E231系を、プラレールで、フル編成にしてみたいと思います。では、行きまーす。編成表は、ウィキペディアを参考にし、今回はグリーン車のない、導入当時の編成にしてみましょう。動力車は、クハ、E231、6000番台、10号車になります。9号車は、サハ、E231、1000番台、パンタグラフはありません。8号車は、モハ、E231、1000番台、パンタグラフがある車両です。7号車は、モハ、E230、1000番台、パンタグラフはありません。6号車は、サハ、E231、6000番台、和式のトイレがあります。5号車は、サハ、E231、1000番台、現在は、2階建てのグリーン車です。4号車も、サハ、E231、1000番台、現在は、2階建てのグリーン車です。3号車は、モハ、E231、1500番台、パンタグラフがある車両です。2号車は、モハ、E230、3500番台、この車両と1号車は、ハセミクロスシートになります。1号車は、クハ、E230、8000番台、交尾車になります。それでは、全部つなげてみましょう。どうでしょうか？高崎線 E231系の古い編成です。当時はグリーン車もなく、最大10両編成でしたね。レイアウトを作ってみました。それでは、車両を置いてみましょう。いかがでしょうか？湘南新宿ラインが、できる前のようですね。165系も出してみました。113系を作りたくなりますね。前回フルにした、200系新幹線の時や、E2 系新幹線の浅間も出してみました。他にもフル編成にしてほしい列車がございましたら、コメント欄にて受け付けています。それでは、走行動画をご覧ください。上尾、折れ口は右側です。